十三丁は長年中華圏でプレイされているポーカーを元にしたカードゲームである。十三丁はポーカーに似ているが、十三枚の手札を三つに分けるところが異なっている。この点はパイゴーポーカーに似ているが、中国のパイ級がアメリカ人によってカードゲームにアレンジされたパイゴーポーカーと異なり、十三丁は中国人自身によって遊ばれている。 ギャンブルゲームとして様々な刺激的な要素を含んでいるため、最近は中華圏以外でも普及し始めている。このゲームは中国では13丁と呼ばれる。これは13枚という意味で競技者に13枚のカードを配ることに由来する。地方により13水などの異なる名前で呼ばれることもある。英語ではチャイニーズポーカーと呼ぶ。好き大 D もしばしば。 チャイニーズポーカーと呼ばれるが、こちらは大富豪に似た、全く異なるゲームである。また、ロシアンポーカーと呼ばれることもある。フィリピンでは、プスイと呼ばれる。プスイドスは、やはり好き大 D のことを意味する。13丁は、通常4人で行うが、2人、または3人でもできる。13丁13丁では、標準的な52枚のカード1組を使用し、 各競技者に13枚のカードを配る。各競技者は、その13枚を3つのポーカーハンドに分けなければ、ならない。3つのうち2つは5枚、1つは3枚からなる。を一番高い手に、頭を一番低い手にしなければならない。競技者まずを自分の前に裏向けておき、次に二道を、王の前に裏向けておき、頭を二道の前に裏向けておく。それから、 各競技者は、ディーラーの左の人から時計回りに順に自分がプレーするかどうかを宣言する。追加点があるときは、手を公開する前に宣言する必要がある。13兆の掛け金は、英語では、ユニットという名で知られている。ゲームが始まる前に、1点がいくらになるかを決めておく。基本的な計算ルールでは、ある競技者は等に道、ち、の手について、 自分の手より悪い相手それぞれから一点ずつを得る。したがって他の多くのポーカーと異なり、皆の中で2番目にいい手でも掛け金を得ることが可能である。また、比較は2社間で行うため、競技者ごとに掛け金のレートを変えることも可能である。例えば、競技者 A と B が互いに1.1ドルでプレイし、他の競技者は1.1ドルで競技することもできる。計算方法には、 様々な編集が行われている。詳細については外部リンクを参照。13丁の得点の計算には2つのポピュラーな方法がある。1つは2から4方で、もう1つは1から6方である。2から4方では、競技者は勝った手1つあたり1点を得る。3つの手のうち2つ以上に勝ったら総合点として、もう1点を得る。手の1つが引き分けの場合、 その手に関しては、金星の樹示は行われない。他の二つの手で勝った場合、三点になる。両者が一勝ずつした場合には、点数の樹示は行われない。一から六ーでは、競技者は勝った手一つあたり一点を得る。もし三つ全部に勝ったら、勝ちによる三点に加えて、もう三点のボーナス点を得る。二から四ーでは、ヘルムスは、アイビーに二点払う必要がある。 アイビーは頭と尾で2点を得て、二銅で1点を失い、3つの手のうち2つで勝ったので、総合点1点を得ている。1から6ポーでは、ヘルムスはアイビーに1点を払う。ここでもアイビーは頭と尾で2点を得て、二銅で1点を失っているが、ボーナス点の受け取りは発生しない。追加点は、特別に強い手を得た競技者のための特別な点数のことである。 ある編集では、すべての追加点はすべて同じ点数になる。別の編集では、追加点の種類ごとに異なる点数を支払う。時には勝者のみに追加点が支払われることもある。ルールによっては、ストレートフラッシュや、フォーカードを別々の手に崩してしまっても、追加点を受けることができるが、一つの手ごとに一つしか、追加点を受けられないとするルールもある。追加点は、 手を公開する前に宣言しなければならない。一般に追加点が与えられる手には以下のものがある。特殊パイ型は追加点の特殊な場合で配られた競技者が即座に勝ちになり競技者は手を開ける必要がない。競技者が降りることに決めた場合、3つの手のうち2つで負けた場合よりも多いが、3つすべて負けた場合よりも少ない金を支払う必要がある。 降りた場合は、追加点を支払う必要はない。降りることを認めない編集もある。競技者が手の分け方を間違った場合、全部負けたのと同じ量の掛け金を、他のすべての相手に支払わなければならない。ある編集では、その後も競技を続けなければならない。1995年と1996年のワールドシリーズオブポーカーで13丁がプレイされた。 1995年には、ジョン・ザ・ガリスが1500ドルのイベントで勝利し、スティーブ・ゾロトーが5000ドルで勝利した。1996年には、グレゴリー・グリーバスが1500ドルのイベントで勝利し、ジム・フェルドハウスが5000ドルで勝利した。その後は、ワールドシリーズ・オブ・ポーカーで13兆の競技は行われていない。13兆はしばしば大きなポーカートーナメントで競技される。 掛け金は通常1点あたり25ドル、50ドル、100ドルである。高い掛け金のポーカー競技者は1.5ドルや1000ドルで競技することが知られている。15000ドルまで行ったこともある。ラスベガスのカジノではベネチアン・ベラージオ・ウィンなどのポーカーテーブルが13丁を扱っていることで知られる。ありがとうございます。